もう全然埋没してしまって注目されない状況の立憲民主党の代表選挙ですね。で、ここでは消費税が大きな争点になってきつつある。いや、これ本当に良かったなと思いますね。やはり消費税っていうのがいかにとんでもない税金かっていうことを改めて、多くの国民が知ってもらう本当にいいチャンスになってきてるんじゃないかなと。そしていいチャンスにしなきゃいけないなっていうふうに思います。それでこの消費税をめぐる4候補の主張ですね、こういうふうになってます。野田佳彦氏は医療介護子育てなどベーシックサービスに充てる財源だ、簡単に減税とは言えない。これ前も広志の視点でも取り上げましたが、慶応義塾大学の教授の井出栄作さんの政策ですよね。本当に慶応の教授、経済学部の教授はろくな人いないなっていう、そのうちの一人ですけれども、まあ結局税は財源であるっていうことと、消費税はこういうものの財源だから下げられないっていうね、まさに財務省の論理そのまんま喋ってるわけですね。まあこういう野田佳彦さんの主張、そして枝野幸男さんは2021年衆議院選挙で減税を提起したが国民の理解を得られなかった、低所得者には物価高対策で給付をすると言ってるらしいんですけれども、2021年の衆議院選挙で減税を提起したが国民の理解を得られなかったっていうことは、まあ結局減税っていうのは国民の人気取りでやってたってことですかっていう、その程度の理解だったっていうことですよねっていうことですね。だから経済を良くするためには減税が必要なんだって全然訴えてなかったでしょあなた。とりあえず選挙に勝つためにみんな消費税減税好きでしょ、だからとりあえず本当は嫌なんだけど消費税減税言っとくわみたいなことしか言ってないから響かないんですよ。代表がそんな感じじゃ本気じゃないって見透かされますよね。で、人気取りでしょ、どうせポピュリズムなんでしょあんたって、そう思われたんじゃないですか。だから国民から理解されなかったんじゃないですかね。で、低所得者には物価高対策で給付っていうことですけれども、まあ低所得者ってどっから線引きするのかって結構難しいですよね。で、次、泉健太さんですけれども、泉健太さんは今まで言ってなかったのに消費税のことを言うようになりました。で、どう言ってるかというと、給付付き税額控除に加え、給付付き税額控除っていうのはこれまで立憲民主党のもう正式な政策ということで、低所得者には消費税分の年間支払う消費税分の半額程度を還付しますよっていう話ですけれども、その給付付き税額控除に加え食料品の税率を下げることも選択肢、中低所得者にゆとりを持たせたいということで、割とまともになってきてますよね。まあこの給付付き税額控除っていうのはとんでもない、非常に面倒くさくてあまり効果のない制度だと思いますけれども、食料品の税率を下げるっていうことを言ってきたのはかなり前進だなと思います。それから吉田晴美さんですね。喫緊の物価高が直撃している食料品の消費税率を時限的でもゼロにする、食べるものは大丈夫だとメッセージを発する。まあこれははっきりしてますよね。もう消費税食べるものはゼロですよっていうのは、これはすごくいい政策だと思います。で、まあこの4人に共通しているのは、やっぱり消費税は消費者が負担するもんだって、そういう前提で喋ってるんで、本当は事業者に課税されてて中小企業者は大変この消費税という重課税で苦しんでるんだっていう視点が抜けているのは、そこはちょっと残念なんですけれども、まあ、そこはちょっと置いておくにしても、この食料品だけでもいいからゼロとかね、そういうことを言い始めたっていうのはかなり前進じゃないかなと思います。で、食料品ゼロ、そして他のものも時限的とはいえ 5% 程度まで減税っていうことを堂々とどんどん言っていくっていうのは非常に効果的だと思うし、多くの国民にこの消費税って本当どういう税金なんだっていうことを知ってもらいたいですね。前の動画でも挙げましたけれども、この消費税をちゃんとこの時に脚光を浴びせて、この代表選挙できちんと注目をさせて、消費税っていうのは改めてどんな税金かっていうのを国民の皆さんに知ってもらって、問題提起をしっかり大きくした上で衆議院選挙に突入していくと、そういう流れにしていけば消費税減税、消費税廃止で
ワンチャンス政権交代まで持ち込むというチャンスが出てくると思います。自民党は絶対それ言わないですから、まあ、この路線で、ぜひね、立憲民主党の代表選挙、この消費税について、論戦を交わしてもらいたいと思いますし、中小企業対策なんだと、中小企業が消費税がなくなることによって本当に助かるんだと、そういう視点での消費税減税論もぜひ語っていただきたいと思います。